クリス・アンドリュー・オックスプリングは、オーストラリア連邦クイーンズランド州、イップスウィッチ出身の元プロ野球選手。韓国球界での登録名は、オックスプリン。イップスウィッチ州立高校を卒業後、独立リーグである、フロンティアリーグのクックカウンティチーターズに入団。2000年秋にトライアウトを受け、サンディエゴ・パドレスと契約。2004年アテネオリンピックにおける野球競技で、 オーストラリア代表に選出された。この大会では、エースとして2試合に登板し、14回に3を無失点。日本との準決勝では6回に3を5安打無失点の好投で、ジェフ・ウィリアムスにつなぎ、チームの銀メダルに大きく貢献。2005年は 3A で12勝を挙げ、9月2日にメジャー初勝格を果たす。2006年開幕前の3月には、 この年から開催されたワールドベースボールクラシックのオーストラリア代表に選出されたが同年に入団した阪神でのプレーに集中するためにウィリアムスと共に代表を辞退している。オープン戦の序盤こそ本調子ではなかったものの徐々に調子を上げていき見事開幕ローテーションを勝ち取った。しかし立ち上がりが良くても4から5回あたりで突然炎上する悪壁があり、 シーズン4勝に終わり、1シーズン限りで対談した。2006年12月15日に、ミルウォーキーブルワーズとマイナー契約を結んだ。2007年は、トリプル A のオールスターゲームに出場した。2007年7月10日に、不審により対談したティム・ハリックからの代役として、韓国プロ野球、LG ツインズと契約。2008年は、先発投手陣が手薄なこともあり、 右の先発の一番手として活躍した。2009年開幕前の3月に開催された第2回、WBC のオーストラリア代表に選出された。シーズンでは、オフに再契約を結び残留し、同球団で3シーズン以上在籍することとなった、初の外国人選手となったが、開幕前に肘を痛め、結局手術が必要とされ1試合も登板しないまま5月12日に、 LG を退団した。2010年はリハビリに努め、一時期はフルス LG ツインズへの復帰も検討された。11月からオーストラリアンベースボールリーグのシドニーブルーソックスに所属し、先発で高等を続けた。2010年12月にデトロイトタイガースとマイナー契約を結んだ。2011年5月24日に解雇された。2011年シーズン途中に、 独立リーグアトランティックリーグのサマセットパトリオッツと契約した。2012年11月からはシドニーブルーソックスに復帰し投資兼人コーチとしてプレーした。2013年開幕前の3月に開催された第3回 WBC のオーストラリア代表に選出され2大会連続2度目の選出となった。2013年3月20日。 故障により退団したスコットリッチモンドの代役として、ロッテジャイアンツと契約し、4年ぶりの韓国9回復帰となった。同年はチーム最多の13勝と活躍した。2014年も10勝と、韓国通算3度目の2桁勝利を記録。だが、チームがジョシュリンドブロムと契約することになったため、同年限りでロッテを自由契約となった。 2014年12月22日、韓国プロ野球、k t ウィズと契約した。2015年4月11日、ネクセンヒーローズ戦で同年より一軍公式戦に参加した新球団 KT にとって初の勝利投手となった。同年 KT 史上初の2桁勝利投手となり、チーム最多の12勝を記録したが退団した。 2016年よりロッテジャイアンツの2軍投手コーチとなった。同年8月18日に1軍コーチへ配置転換され2018年まで務めた。また2016、17年シーズンに A ビールのシドニーブルーソックスで現役に復帰した。2017年2月9日に予備投手として第4回 WBC 本戦のオーストラリア代表に選出されたが、 本大会には出場しなかった。2019年、第2回世界野球プレミア12に、オーストラリア代表のコーチとして参加した。背番号は35。2019、20年シーズンより、A ビールのシドニーブルーソックスで、投資コーチに就任した。速球は、最速で、時速1 5 0トルを記録した。球種は、カーブ、スライダー、チェンジアップ。 特にカーブはよく曲がり、この投手を特徴づけるものとなっている。阪神時代の愛称は、オックス、奥様など、阪神甲子園球場などでは、名前が長いため、オックス、プリングと開業されて表示されていた。ありがとうございます。